さあ、ラジオが終わって今からバスで、とりあえず関空に行きます。で、関空からとりあえず5時間ぐらいかけて香港まで行きます。香港は4時間ぐらい休憩あって、そこから16時間の飛行機でニューヨークなんですけど、旅だけで結構疲れるかもしれないですけど、ニューヨークってどんな場所なんかな、どんな場所も全く想像つかないです。楽しみでしょうがないです。行きましょう。まずバス、まだ寝てない、まだ寝てないです。ラジオ終わって空港に来て、ゲートの前で2時間ぐらいポンと寝落ちしちゃった。まあ飛行機乗って香港までとりあえず行きたい。早く早く飛行機乗りたい。乗ってちゃんと寝たい。香港に着きまして、まあ、ここから、まあ、待ってる最中ですけど、もうこの旅の間にできるだけこうやって頻繁に動画を上げていこうと思います。まあこまめにね、こまめに。なので、特にじゃ毎回なんか面白いこと起きるかって言われたらそうじゃないと思います。ただまあ香港の風景であったりとか、ニューヨークの風景であったりとか、いろいろね、皆さんに見せたりとかしたいなと思います。で、まあこの旅っていうか、一応仕事でニューヨークに行ってるんですけど、仕事は一体何なのって、まあちょっと詳しくはまあ具体的にあまり僕も理解してないけど、通訳をするだけの仕事です。英語と日本語の同時通訳。しかも自由時間が非常に多くて、その自由時間を活かして、なんとまあなんとかすごい前具合にスケジューリングできて、なんとプロレスの、僕の大好きなプロレスのサマースラムとか NXT とか2つぐらいのイベントには参加できるし、それをちょっと行きながら、ニューヨークの観光する時間もあると思うし、非常にハッピーな仕事の依頼なんで、存分に楽しんでこようと思います。で、まあここからね、先ほどちょっと軽く言いましたけど、ニューヨークまで16時間ですよ、飛行機の時間が。16時間で映画何本見れるか分かんないけど、先ほどね、香港行きの飛行機でもう全部寝た。もう結構ね、飛行機の飯が好きなんやけど、飛行機の飯食わず寝てた。爆睡。飲み物ももらってないし、ピーナッツももらってないし、何ももらってないんで、なんかこう飛行機乗った気分になってない。なんでニューヨークの分は必ず飛行機飯食べたいなと思います。まあそれを食べれなかったから、ここで、ちょっと飯先ほどね軽く食べました。ボストンなんとかハンバーガーみたいな、意外とちっちゃくて、まあなんか肉を2倍にしたから、まあなんとかちょっとね食べ応えはあったんやけど、あんまりねこうお腹いっぱいっていうか納得した感じのハンバーガーじゃなかったんで、まあニューヨーク行ってハンバーガー食べるチャンスいっぱいあると思うんで、ニューヨークのハンバーガー楽しみにしてます。どんなものめっちゃでかいんちゃうかな、めちゃくちゃでかいと思います。なのでそれは次の動画なのかな、その次の動画なのかな、ちょっとずつアップして、ニューヨークはどんな場所なのか、どんなものを食べたのか皆さんに見せたいと思います。まあ香港でちょっとなんか面白いものあるかどうか、なんかちょっと少しずつなかったらこのままエンディングですっていうことなんで、ちょっと行ってまいりましょう。
周りを見たら何も特に面白いことなかったんですけど、まあ、唯一ちょっとね、2択です。2択ですよ。今からニューヨークに行くのか、それもこっちちょっと行ったところで、なんとすぐ横に戻るか。戻りません。ニューヨークに行きます。香港空港は意外とハンバーガー食べただけで今回は終了です。またニューヨーク着いてからビッグアップをね、ニューヨークシティの良さを皆さんに見せたいと思います。寝よう。